い、皆さんこんにちは、マナリグルビジです。では今回はシビライゼーション5、こちらでダウンロードコンテンツになっている侍の挑戦侵入というシナリオをプレイしていきたいと思います。もうピンときた方たくさんいらっしゃると思うんですけども、これはですね、秀吉のシナリオですね。日本統一を果たした名将秀吉は、日本の西方に位置する朝鮮を次なる遠征地とした。果たして同盟国である中国の援軍は朝鮮の防衛に間に合うのだろうかということですね。では早速こちらのプレイをしていきましょう。秀吉の朝鮮出兵はね、成功した、失敗した、そもそも何が目的だったのか、どうしてやらなければいけなかったのか、いろいろね、議論されているところではありますけどね。さて、ここではですね、難易度を決めていきますが、今回は難易度普通、王子、ここでね、プレイをさせていただきます。シナリオの内容、勝利条件、特別ルールを確認していきましょう。字が少し小さいので、僕の方で読み上げていきますね。シナリオの内容です。ようこそ偉大なるまでよ。そなたに祝福あれ。この暗淡たる時代に天命がそなたを導かんこと。変革の風は今や我らにも吹きつけ、東アジア全土を飲み込もうとしている日本の名将秀吉は幾度の勝利の末、ついにかの島国の統一を果たした。これは秀吉がね、いわゆる北条攻め、小田原征伐によって北条氏を下したことによって、まだね、侵入していなかった欧州の伊達政宗なんかもね、この中で屈服したことによって、事実上秀吉が日本を統一したということを指しているんだと思います。火薬を用いた日本の新兵器の破壊力を確信した秀吉は、次なる目標を西方に目を向け、これ朝鮮のことですね。無敵と謳われる中国の明王朝、さらにその同盟国たる朝鮮王朝に決戦を挑むという内容になっています。戦国時代のですね、日本の、いわゆる火縄銃に相当するものだと思うんですけども、その数は世界で見ても相当群を抜いて多かったみたいですね。それだけ日本の戦国時代がいびつだったということだと思うんですけども、鉄砲を持って朝鮮に攻め込もうというところです。勝利条件ですが、日本と満州はソウルと北京を制圧することで勝利。これ、ソウルと北京それぞれの首都ですね。ソウルは朝鮮、今でいう韓国の首都。北京は言わずと知れた中国の首都ですね。これを制圧することが勝利条件となります。中国と朝鮮は1600年以降に自国の都市すべてを支配に置いていれば支配となる、勝利となる。これはだから、プサンなり、テグなり、どこでもいいので一つでも取っておけば1600年以降も継戦できるということですかね。どの勝利条件も満たされなかった場合には、100ターン終了時に最もポイントの多かった文明が勝利、またポイントは敵ユニットを倒したり、ソウルや北京を支配下に置くことで獲得することができる。進軍ルートで言えば、当然ですね、プサンから上陸して、ソウルを目指し、北京を目指すということになると思います。特別ルール、ゲーム開始時に社会制度を選択、幸福度とゴールドのバランスの調整が可能ですということですね。満州だけが新たに都市を建設することが可能。これ、日本は都市建設ができないということを指していますね。では、プレイの方を始めていきましょう。で、今回プレイするのはもちろん日本プレイするんですけども、この中に秀吉とか信長とかっていうキャラクターはね、特別には出てきません。日本イコール秀吉というね、キャラクティングだと思ってもらえればと思います。で、この日本の特徴なんですけども、武士道というスキル、特殊がついてまして、これはですね、ダメージを負ってもユニットの攻撃が下がらないっていうね、すごく戦争に有利なスキルがついています。なので、これをうまく使ってですね、朝鮮を屈服させていきましょう。ではゲームを開始していきます。ざっとマップを確認していきましょうか。日本から見ましょう。長崎、広島、高知、京都、名古屋、東京というふうになってますね。これはちょっと今の地名になってますけれども、当時東京は何だろう、武蔵だったのかな。名古屋はね、秀吉、信長が生まれたとされる尾張ですかね。でさらに京都、広島、高知と、
ありますね。今パッと見で気づいたのが、東京から京都までは道が続いてますね。まあ東海道なんでしょうか。一方京都から先には道がないので、これこの先朝鮮に兵を効率よく送るためには京都から長崎まで道をつなげた方が良さそうですね。これ最初にやった方がいいかなと思います。一方我々の方ですが、どうだろう、一部兵がすでに朝鮮に上陸してますね。しかも釜山を囲んでいる。しかも半分ぐらい削ってますね。これは釜山すぐに陥落できそうです。釜山を攻略した後は、まあ、テグかな。最初にテグを攻略した方がいいのかな。テグを攻略すればソウルが見えてくる。まあ、そんなところですかね。なので、まあ、まずはテグを攻略して、その後、どうだろうな、チョンジュ、モッペ、この辺りに兵を分散させてソウルを目指すというのが良さそうです。ではまず今お話ししたですね、道の建設から行っていきたいと思います。ユニットの一覧から道を建設するのに必要な労働力がどれくらいあるか確認していきましょうか。労働者は今6人いますね。まあ、6人総動員して、これ京都から長崎まで、そして高知から広島、長崎まで道をつなげちゃいましょう。これが一番ね、兵力を速やかに移動させる、大軍勢を移動させるのに有利になると思います。その他で言うと、まあ、やっぱり兵が多いですね。三段翼船なんかもすでにありますね。なので各都市に駐留している部隊も朝鮮に上陸させていきましょう。番兵、まあ、山賊とか盗賊の類が生まれ出てくる可能性もあるんですが、それは、まあ、その時に考えましょう。新たにユニットを生産してそいつで叩くっていうのもいいですし、とりあえず今いるユニットは全て朝鮮に向かってもらいましょう。ここには自然遺産富士山がありますね。富士山。ではまず道の建設から行っていきます。では今労働者、これはね、道を建設してくれる、あるいは生産力を上げてくれる、建設をね行ってくれるユニットですけども、彼ら労働者6人に対して道の建設の指示を行いました。なのでここから東京長崎間でね道がつながるのを見守りたいと思います。で一方ですね、大将軍が何人かいますね。ちょっとこの大将軍見ておきましょう。大将軍スキピオアフリカヌスまあちょっとね、できればここは、まあ、秀吉はね実際に朝鮮に渡ってはいないですけども、まあ、清正とかね、小西浮永、まあ、この両大将だったりすると雰囲気が出てよかったのかなっていう気はちょっとしますが、ちょっともう一度名前確認しますか。スキピオアフリカヌス、まあ、彼が大将軍ですね。もう一人ここにいるのがパットン。これもちょっとパットンっていう大将軍になってますけども、まあ、大将軍は城塞を建設できて、そこにいるとね防御力高くなったり敵のユニット攻撃してくれたりっていう戦争にすごく有利なユニットなんですけれども、これがもうすでに釜山に張り付いてますね。なのでもう釜山を攻撃開始できるような状態だと思います。で三段翼船なんかもあるし、侍も数多いので、ではまず近くにいる部隊で攻撃を開始していきましょうか。トリビシェットっていうのが、まあ、大きな石を敵の、まあ、城にめがけて、投げ込む攻城兵器ですね。この攻城兵器を使ってちょっと攻撃をまず仕掛けていきましょう。釜山がレンジに入ってますからね。早速石を投げ込んで釜山に恐怖を与えていきましょう。でここにもいるので、これもレンジギリギリ入ってそうですね。攻撃をしてみましょう。ドカーンという感じですね。これでもう残り4分の1になったので侍を突入させましょう。これでもう陥落できるんじゃないかな。セーフアタック、うまくすればこれで終わりそうですね。ちょっと残るか。まあただ侍まだまだいるので侍を突入して終わらせましょう。これで釜山が日本のものに
なりましたね。では残りのユニットもですね、この後上陸をしていきましょう。モッペに対しては三段翼船の部隊を派遣しましょうか。せっかく三段翼船この近くにいるので、敵の攻撃を受けるのを覚悟で、攻撃を仕掛けていきましょう。モッペに対して三段翼船を使って攻撃していきます。ちょっと時間はかかりそうですけどね。ここも今のうちにちょっとずつ削っておけば後々効いてくるでしょうという期待を込めてですね、このモッペに対して攻撃を仕掛けておきます。ちょっとねこの画面移動が丁寧にやってるつもりではあるんですけども、少し俊敏な動きをしてしまっている部分があって、画面がシュンシュンと変わってしまって、ちょっと皆さんね煩わしい、見づらいかなと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけどもね、ちょっとそこはご容赦いただいて、僕もできるだけ、気をつけていきます。三段翼船ユニットは全部モッペの攻撃に集中させましょう。こんな感じでね、もう次のユニットにカーンと動いちゃうんで、その時ね画面の移動が早くておっとなってしまうと思うんですけども、ご容赦ください。では他のユニット、日本国内に残っているユニットもですね、全部朝鮮半島に上げていきましょう。実際に朝鮮に行っていない部隊として、家康なんかもね朝鮮には実際に行ってませんからね、それによって家康はね自分の兵力国力を損なわずに済んだというのもあるし、一方西国大名はね朝鮮に近いということもあって、どん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 朝鮮に送り込まれて、国力兵力を損なった結果、家康の台頭を許すということにもなったんで、ここはね、全ユニット平等に朝鮮に向かってもらいます。なのでここにね、いる人たちも全部朝鮮に手具に入っていってもらいましょう。続いて優先的に上陸させていく部隊ですけども、工場兵器トレビシェットですね、これを優先的に上げていきます。この後テグを攻撃するにせよ、このユニットは敵のね、都市を攻撃するのにうってつけにはなってきますので、これを最優先で上げていきます。他のユニットで、いきなりねその都市攻撃を行うと損害が大きいので、テグを力攻め、工場兵器なしで侍騎士彼らを突入させて叩くという手ももちろんあるんですが、一旦ですね工場兵器を待ってこれで削ってみようかなと思います。で、中国、明がですね援軍を送ってきた場合には大将軍の出番で、防衛拠点を築くにあたって、城塞を大将軍の力を借りて作っていこうかなと思います。では一旦部隊を動かしていきましょう。では部隊の移動が完了しました。簡単に言うと全部隊テグを目指している状態ですね。で三段翼船の部隊だけ画面の左下モッペに攻撃を仕掛けています。で状況を見てですね、このテグ攻略を行っていきます。で今お話したようにですね、基本的には工場兵器である程度削ってから侍を突入させるっていうのを考えています。ただあまりにも時間かかるようであれば、侍の力をうまく利用して一気にね力攻めでテグを落とすというのを考えていきましょう。では生産物ですね、まずプサンですけども、これ占領したばっかりなので、いつもの通りなんですけども、まず不満度を下げるために裁判所を作りましょう。裁判所を作ったからといって韓国の人たちに有利な裁定をするわけではもちろんなくてですね、動画の中身とあんまり関係なくて申し訳ないんですが、あんまり僕韓国好きではないんで、韓国に対して厳しいね裁定を下してくれる裁判長を選びたいと思います。実際にそういう設定はないんですけどね。ではここではまず裁判所を建てましょう。では時間を進めていきます。さて社会制度の採用をしなければいけないので、これ採用していきたいんですけども、すでに解放というものがですね日本の社会制度として進んでいるんですけども、これ名誉に変えていきます。名誉、何がいいかというと、これ軍事系のユニットにボーナスが結構入ってくるんですね。例えばですね、これ見ておくと、採用するだけで、まず対蛮族で 25% の攻撃ボーナスが入りますと。これ実際には蛮族出てくるかどうかわからないし、蛮族なんてそんなに出てくる相手ではないので、ここだけ見ると、そんなにメリットはないかなと思うんですけども、
この後進めていくとですね、むちゃくちゃ大きくて、戦闘力が 10% 上昇したり、あるいは経験値が多く入ってきたりとか、いろいろ戦闘に有利なボーナスが取れますので、これ名誉を採用して新しく社会制度として築いていきましょう。これでね、さらに戦争を有利に進めていきたいなというところですね。はい、では名誉の社会制度全部アンロックしました。これでどうだろう、ユニットのアップグレードにもお金がね、少なくて済むし、あとは経験値が 50% 増加したりとか、すごく大きなねボーナス取れましたので、これしっかり使っていきます。さらに孫子が生まれた大将軍孫子が生まれましたけど、これこそまさに中国のユニットじゃないかっていう感がありますけどね。まあ、うまくね使わせてもらいたいと思います。さあ、朝鮮の方がですね、なんか新しい火車なる工場兵器なのかな、なんか作ってきてるので、これぶっ潰しておきましょう、早めにね。やられたりするとたまったもんじゃないっていうのありますからね。これで破壊完了。ただ騎士が次のターンでチョンジュからの工場、兵器アタックでやられちゃうかもしれないですね。かといってこのターンでチョンジュを取ることもちょっと難しそうかな。まあ、ここはねちょっと我慢して、多少ユニットを失ったとしてもしっかりと侵略戦をね進めていくようにしましょう。ではここからテグに対して総攻撃を仕掛けてテグを取りに行きましょうか。できるだけね、テグを早めに、かつダメージ少なく取っていきたいなと思いますので、まずは先制攻撃、工場兵器で一発ぶち当てた後は侍を突入させていきましょう。ここはね容赦なくひたすら潰していきます。どれくらいで削れるかというのはもちろんあるんですけどね、できれば 2,3 ターン以内にはこのテグを取って、テグを拠点にですね、チョンジュ、モッポ、さらにはね、この先見据えて、戦いができるソウルというところを狙っていければいいかなと思います。ユニットのレベルアップは基本的に攻撃特化のものをですね、レベルアップとして使っていきます。まあ、瞬時回復とかもあるんですけどね。まあ、これらに関しては、回復は回復で別にさせて、ユニットとしての攻撃力を上げることに専念をしていきたいかなと思います。テグに対して攻撃を仕掛けていきます。モッペが三段翼線でじりじりと削って約半分まで来たので、これモッペも取りたいですよね、早めにね。なのでモッペとテグを、まあ、最優先攻略目標と見定めて、軍を動かしていきましょう。まずはテグだな。テグを取りましょう。もうここから力攻めです。侍が侍らしく生きるためにこのテグを取ります。まあ、結局ね、日本っていうのは領土が少ない国なので、秀吉も日本を平らげたとはいえ反乱を起こさせたり、あるいは家臣の満足度を上げたりするためには侵略戦争をねせざるを得なかったんじゃないかというのが、この朝鮮出兵の一つの原因要因だとも言われている説もあるくらいですからね。では今回テグの攻略今できましたので、この後ですね、テグの後なんですけども、チョンジュ、モッペ、モッポかな、モッポ、ここをね取っていきたいと思います。秀吉の朝鮮出兵ここまでは順調ですね。あとはこの先ですね、明が、中国がどのタイミングで援軍を送ってくるのか、それをちゃんとね見極めてプレイの方をしていきたいと思います。では今回は初回ということもありますので、ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの応援、アドバイス、お気づきの点があればツイッターもしくは動画のコメント欄までお寄せいただければ嬉しいなと思います。